はい、3D チュです。今回は、レボポイント様から、最新の 3D スキャナ、レボポイント、ポップ2のサンプルをご提供いただきました。こちらは、通常セットのパッケージです。この袋には、黒いシート、マーカーシール、ブルタックなどが含まれています。次に、テストスキャン用のサンプル像、スマホ固定用のアダプター、三脚。ポップ2本体。なかなか小さい本体ですね。前面にはカメラや各種センサー、裏面にはケーブル差し込み口とインジケーターランプとボタンが一つあります。本体と PC やスマホをつなぐ各種ケーブルが同梱されています。三脚は伸縮可能です。次に、こちらはプレミアムセットについてくるオプションアイテムです。この細長いものは 4000mAh のモバイルバッテリーです。こちらはターンテーブルです。このターンテーブルは USB Type B からの給電や単4電池3本を使用して動作させることができます。こちらはマーカー付きプレートです。このプレートはバラバラにすることができます。付属の粘着シートを使用して、先ほどのターンテーブルに設置して使用することもできます。また、紹介が最後になりましたが、プレミアムセットを選択すると、こちらのケースもついてきます。先ほどの本体セットやターンテーブルなど、すべてをこの中に格納できるのでとても便利です。早速、付属のサンプル像をスキャンしてみましょう。これは、Windows 用のアプリ、ハンディスキャンの画面です。無彩色で高精度スキャンを試してみます。この画面では、左上には、RGB 情報、左下で震度情報が確認できます。震度の方では、輝度調整スライダーを使って測定範囲を調整することができます。黒いものは、特殊な対応をしないとスキャンできません。なので、地面のプレートはスキャンされません。また、付属の黒いシートを背景にしておく方がいいです。この動画中は、白い背景でスキャンしていますが、震度を手前側にしているので、ひとまず問題なくスキャンできています。ある程度スキャン対象との距離は、近い方が精度が上がるようです。画面上、または、ポップ2本体の再生ボタンを押すと、指定したカウントダウン秒数とともにスキャンが始まります。3、2、1。2周したので、一旦止めます。程よくスキャンできましたね。ただし、近い距離でスキャンしているので、上下や裏面などには穴が開いています。止めている間に、オブジェクトの向きを変えます。このままスキャンを再開します。3、2、1。アプリケーション側で、自動的に、オブジェクトの形状の特徴を判別し、補正した上でスキャンを再開してくれます。裏面がまだスキャンできていないので、再度向きを変えます。3、2、1。この追跡に失敗して赤くなる時が、かなりドキドキしますね。うまく再開できたようです。ちなみに、この設定では、形状の特徴を捉えて判定するので、向きを変えた時に形が変わってしまうものをスキャンする際には、注意が必要です。スキャン終了です。この後、ペンクンデータの融合で、しばらく、計算に時間がかかります。次にメッシュ生成などを行います。こ
ちらの計算はネットワークで行われるようです。メッシュが出来上がりました。まあまあ良い感じですね。表面のボコボコ具合をもう少し滑らかにしたい場合は、メッシュ生成時のノイズ削減設定を変更するか、外部 3D ツールなどでスムージングを適用する必要があります。レンダリングソフトに読み込んでみました。良い再現度ですね。試しに 3D プリントしてみましょう。正しいサイズでスキャンされているので、そのままプリントすると原寸サイズで出力されます。今回は 50% に縮小してプリントしてみました。 3D プリントができました。身近にあるもののミニチュアを作るのも楽しそうですね。次にとあるお土産品をスキャンしてみます。光沢の強いものや黒いものはうまくスキャンできないので、スキャン成功率を上げるための処理を施しておきます。今回は手軽に入手できるパウダータイプの制汗スプレーを使用しました。それではスキャンしてみます。ちなみに1月末頃にハンディスキャンのバージョン4ベータ版がリリースされておりました。先ほどのサンプル像の時と若干 GUI に変更が見られます。設定可能な部分も増えて、いろいろと機能改善が施されているようです。対象物が縦長なので、スキャン中にポップ2の角度を変えて上下のスキャンを行いました。ちょっとリスキーな対応ですが、オブジェクトによっては停止して再開するよりも追従の成功率が上がる気がします。完了です。しばらく計算を待つ必要があります。うまくペン群が生成できました。引き続きメッシュを生成します。クオリティやノイズ除去と穴埋めオプションも指定可能です。メッシュが生成されました。良い感じですね。引き続きテクスチャー生成を行います。できました。テクスチャは若干暗くなってしまいましたね。形状の方は細かい凹凸も取り込めたようです。レンダリングソフトに読み込んでみました。テクスチャも適用しましたが、若干暗かったので明るくしておきました。ちなみにテクスチャは 4K のものが生成されていました。スキャンが終わったらパウダーは落としておきましょうね。布なので拭き取るか水で洗い流すと良さそうです。最後にちょっと難しそうなものをスキャンしてみましょう。とある車の黒い樹脂パーツです。前回同様パウダータイプの制汗スプレーでコーティングしました。重ね塗りしまくったので結構白くなっています。カメラに収まりきらないものをスキャンする際にはマーカーでの検出を行うのを推奨します。一部パウダーを落として付属のマーカーシールを貼り付けました。またプレートにもマーカーが刻印されていますので、周りに散りばめて配置しておきます。スキャン開始です。手持ちのスキャンは揺れるのでなかなか難しいですね。カメラスタビライザーと別途用意すると良さそうです。一旦止めて確認です。一部擦れている箇所がありますので、アンドゥボタンを押して大丈夫なフレームまで戻します。スキャンを再開します。確認します。穴が開いているところを埋めるように続けていきます。スキャンを再開します。確認します。スキャンを再開します。地道な作業です。確認します。スキャンを再開します。そんなことをひたすら繰り返し、良い感じに全体がスキャンできました。あとはペン群、メッシュ生成、テクスタ生成を行います。ひたすら待ちます。獲得したかった造形部分をスキャンすることができました。このパーツを活用し、いろいろやることがあるのですが、
それに関しては、完成次第報告させていただきますね。さて、いかがだったでしょうか。現実のものが 3D データになるのは楽しいですね。エボポインポップ2は、現在幕開けでクラウドファンディングが実施中です。お安く購入できるチャンスですので、ぜひチェックしてみてください。この動画が良かったら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。解説は、3D チのバーチャルキャラクター、みなみがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。